皆さんこんにちは、こんばんは。さて今回のレビューはこちらの黒糖焼酎フルゲン古元泉、いやこれですね。そうですね、僕がパッと見た時に自分だったら古元泉と読みたいかなと思うんですけど、そんな難しい感じの組み合わせじゃないじゃないですか。なのに多分これ読める人ってほんと珍しいというか、逆に読めた方がおかしいかなという読み方をしています。その読み方というのがですね、フルゲン、フルゲンは別に読める人たくさんいると思うんですけど、そっからが問題で、フルゲンゴーイージュン、ゴーどこから出てるのって感じがしますけど、はい、どうもフルゲンゴーイージュンという銘柄のようですね。まあ、おそらくその奄美のお酒なので、そちらの方の方言と言いますか、沖縄でも読むのが難しい地名がたくさんあったりするんですけど、はい、そういうのの一種だと思うんですけど、まあ、とにかくフルゲンゴーイージュンです。そんなフルゲンゴーイージュン、これがですね、喋ってるのは飲んだ後なんで言いますけど、ものすごく絶品の黒糖焼酎です。ではこれからどんな感じなのか解説していきますね。レビュー行ってみたいと思います。まず開栓時なんですが、ちょっと甘酸っぱさを感じるような芳醇な香りです。ロックにしても香りは同様なんですが、若干爽やかになりました。口に含むと滑らかな飲み口に強烈な甘み、強い旨味に若干の辛み、少しバニラのような甘い風味も感じまして、カラメルを含んだプリン感があります。まるで本当に砂糖が入っているかのような強烈な甘い濃縮感ですね。かなり美味しいです。1対3の水割りにすると、滑らかな飲み口にしっかりとした甘み、ゆったりとした旨み、この割合でもコクを感じますね。後味から余韻にかけてはじわじわと苦味が増しまして、それが引き締め役になります。サトウキビのような青臭さも少しだけ感じますが、それはアクセントになる程度ですね。余韻にはべったりと甘みが残りまして、とても美味しいですね。1対2のソーダ割りにすると、甘酸っぱい香りの立ちがいいと思います。口に含むと程よい甘みに酸味、苦味、しっかりとした旨味、黒糖そのものの風味、この飲み方が最も黒糖らしい風味を味わえるんですが、しかし飲んだ印象としてはドライなイメージが強くなります。焼酎産お湯7のお湯割りにすると、旨味を感じる香りになります。口に含むと強い甘みにしっかりとした旨味、みずみずしさ、後味よりから余韻にかけてはそこそこ辛みもありまして、後味を引き締めます。これも極めて美味しくて、カカオ比率の高いチョコレートのようなコクと凝縮感とビターさがあります。全体的な印象なんですが、まずロックの甘みがすごいですね。黒糖そのものの風味を節々に感じまして、一方で割と辛みも効くなど複雑味があります。同じ蔵のレギュラー黒糖焼酎の奄美という銘柄も黒糖そのものの風味を感じてとても美味しい焼酎ではあるんですが、これはもっと密度が濃い印象ですね。アルコール度数はこれは実は28度で、奄美の方が30度なんですよ。なのでアルコール度数は奄美のがありますね。黒奄美という銘柄もありまして、そちらは25度なんですけど、まあ、その黒奄美もこちらもどうも黒麹同士らしいんですけど、飲んだ感じだとその黒甘みってこんな風じゃなかったんですよね。全然こんな焼酎というイメージがなかったんで、これはまた別物ですね。でも白麹の方の甘みをちょっと思わせるというか、ものすごく美味しい銘柄だったんで、それを超えるような美味しさの焼酎かなと思いました。美味しさとしては王道といえば王道な美味しさもありますし、ちょっと複雑味があるというか、本当いろいろと美味しいなと、いろんな飲み方でそれぞれの美味しさがあるかなと思いました。入手の方なんですけど、これはですね、
僕はあんまりチェックしていないので、どういうとこに売ってるかはわからないですね。もしかすると量販店などで見られるかもしれないですけど、僕が見た記憶はないというか売っていなかったような気もしますね。はい、そんなところです。でも見つけたらこれは買ってみてください。王道な黒糖焼酎の一種かなという感じですので、黒糖焼酎ってどういう美味しさなんだろうと思う方もこれは分かりやすいかなと思います。さて今こちらに並んでいる刺身とさつま揚げみたいな練り物なんですけど、これは一番しずくと合わせて、そのまま今度はこちらのフルゲンゴーイージュンとの合わせる動画を撮っています。これですね、ちょっと刺身などと合わせるとどうなるか僕の中では未知数なんですよ。なので確かめてみようと思いますね。飲み方は1対2ぐらいの水割りです。さて最初はマグロからなんですが、これは悪くはないですね。悪くないんですけど、マグロの酸味がちょっとこれによって引き立てられまして、まあ、それはそんなにいい意味でもないですね。でその後にもう主役を奪っていくみたいな、そんな組み合わせですね。まあ、美味しいかどうかって言ったら美味しいんですけど、組み合わせとしてすごくいいかというと何とも言えないところがあります。さてサーモン合わせてみます。これはですね、絶妙に合いました。コクのある甘い風味というのがサーモンの癖を包み込むみたいな感じですごくよく合います。もう新しい料理が生み出されたような感覚ですね。さてブリと合わせます。ブリとの相性は意外とこれの存在感が薄れましたね。後味はコクのある美味しさを提供してくれる感じで、美味しいことは美味しいですね。ではこちらの練り物、これはもともと甘いんですけど、その甘さの続きというか、まあそのままこの甘さがこの水割りに引き継がれる感じで、途中から風味が移り変わるんですけど、よく合うといえば合いますね。うまいですね。特に醤油つけて食べたらすごく美味しいですね。おそらく醤油の風味とこちらのコクのある風味がすごく好相性なんだと思います。美味しかった。これは刺身ともよく合いますね。でどちらかというと甘い料理とか醤油使った料理によく合うような感じがします。ある程度風味の強さがあるんで、いろいろ試せばもっと美味しい組み合わせって見つかるんかなという感じはします。では今回の動画は以上で終わります。ご視聴ありがとうございました。